ですけれどもまたご一緒させていただける機会や NGT だけでコンサートがあった時にごめんなさい充電なくなっあごめんなさいえどうしたらいいのこういう時えー、ただいまごめんねでもまた充電なくなっちゃうかもごめんねなんかいい話してる時に <laughs> ごめんなさいただいまあのなんか充電させてたんですけど追いつかなくなっちゃった <laughs> あーごめんなごめんなごめんなごめんねなんだっけなあそうだまたご一緒させていただけるときや NGT のコンサートのときに なんかその今回の「ブースティーファン祭」でなんか学んだこととかあこういう時は私たちメンバーはこういう動きをしたらいいんだとかあこういう見方もあるなって思ったところを活かせるように頑張りたいなって思いました <laughs> ああ。すごくいい刺激になりました。 じ兄さんもう7期生さん4回も経験したそうなんだそっかいやすごいなって思,思いましたへえそうなんだ NGT もちょっといっぱいコンサートができるようにまあコンサートだけ じゃなくて、なんかもういろいろ、もういろいろできるように。頑張ります。すごくいい刺激になりましたね。うん。そうか。うん、なんか、H. K. T. さんは。あと、なんか、盛り上げ方。コンサート慣れている。 といいうのもももあるかもしれれないんですけれども盛り上げ方がとっても上手で煽りとかねえんか MC のまとめ方とかもあーあああって <laughs> ああってもうなんか学びがいっぱいでなんかでもその今回のことを意識しながら劇場公演やるだけでも違うのかなって思って。 今日 <laughs> 今日出ました公演に。常日頃その劇場公演もまあ同じステージなのでなんかそこでこうちゃんと煽りをやりきるとかなんか盛り上げることがまずそこでできたらねコンサートでもきっと発揮されるしまずは。 原点の劇場をコンサートのように盛り上げられるようにっていう目標ができました秋の目標それかな <laughs> 私のやっぱり一旦劇場でそれをできるようにすることうんそうなの普段からそういうなんか コンサートとか大きい箱を意識して、こう周りを見て行動できたらいいな。うんうん。はいと頑張ります。<laughs> あとはもうん、なんだろう緊急報告。 うーんとねうんあ強矯正 <laughs> あの矯正器具が一昨日でしたっけ昨日でしたっけ取れたんですよね取れて取れたんですよただ取れてぶら下がってたんですけど今までもう完全に取れちゃってでなんか来週お休みが。 確かあるのでその日に歯医者さんに行く予定ですピエーンうん壊れたこう取れたじゃない壊れました <laughs> もうんでなのかわかんないけどまあうん組み合わせの問題なのかなもう5回目ぐらいですか1ヶ月ちょっとでうーんう上上ですね下は取れたことなくて 全部上の奥歯うんでなんかまあお電話したらなんかもうちょっと違うやり方 <laughs> になるなるみたいだから、うん、うあんま取れないと思うけどまた壊れちゃった <laughs> そうなんですよ でもねちょっとね鼻は良くなってきたのでうんなんか頑張ろうって <laughs> うん思いますうん関係 <laughs> ある <laughs> あらあら でもなんか喋りにくさとかはなくなりましたねほとんど、うん、ほぼほぼ私私の喋り方になってきたうんよかったですはいということでそんな感じの近況報告 <laughs> ですうんまた明日も配信できたら配信するので。 よかったら見てください。ということで今日は本当に夜遅くなんですけどありがとうございます。ギフトもいっぱいありがとうございます。ランキングを読みます。えーっと西田ムさん、上鍋さん、酒幸一さん、ミヤパンさん、白いアルパカさん、鈴さん、ユーマさん、二平鉄平さん、アッキーマルケンさん、こんちゃんさん、和造くんさん、いけない太陽さん、一高士さんありがとうございます。 あの生写真サインも提出できたしブースティーファンまつりも無事に終えられてすっごい今大スッキリモード <laughs> なのでちょっとね配信できなかった分いっぱいしていきたいと思います今日もいっぱいコメントとギフトありがとうございますおやすみなさいまたねーおやすみー Bye bye.